僕はあの日真っ白な木蓮の下で彼女に出会ってしまった。文芸部に無理やり入部させられた僕は放課後この部室で東子先輩のためにおやつを描いている。おいしい。波乱のない平和な毎日、それが僕の一番の望み。東子先輩、僕はもう帰っちゃいけないんです。私はずっと待ってるわ。コノハ君の物語はいつまでも待ってるわ。私は2年8組天野東子。ご覧の